おはようございます。皆さん、ゲームに課金ってしますか？僕はもうついついお金ないのに課金してしまいがちなんですよ。ほんで後からもうなんで課金なんかこんなにしたんだろうって後悔してしまうタイプです。ですので皆さん、コメント欄に月いくらくらいなら課金するよとか、したことないよとか教えてください。お猿の三宅は間違った言葉を聞くとバナナを投げつけます。多分な、視聴者の中でゲームに課金したいことある人って 1% もおれへんと思う。そうないでしょ。もう 0.1%、 0.01% もないわ。いや、そんなこと、いや 10% ぐらいいますよ。課金って何か知ってんの？知ってますよ。お、例えば私ありがとうございますまあ、スマホゲームとかのアプリで有利に進めるためにお金で解決すること。いや、言い方よ。ピンポンピンポンピンポン。おー、よし、全然違います。どっちやねん。課金っていうのはゲームアプリを運営してる会社がやるもんなんです。え、自分の会社のアプリに課金してんの？アプリの会社がアプリの利用者に課金すんねん。え、ゲームしてる人めっちゃ儲かるやないですか。じゃあどうやって説明しようかな。課税ってあるやんか、はい、税を課すことや、はい、払いなさいよ、はい、宿題とか問題とか出すこと課題っていうやん。はい、相手側に課すことや。つまり課金っていうのは支払いを課すことや。逆じゃないですか。だから言うたやん、課金するのはアプリの会社側やって。ああ、そう。非課税って言葉で、はい、例えば収入が低いとかの理由で所得税とか住民税とかかからへんことやんな、はい、他にも観光に来た外国人とか消費税がかからへん非課税商品タックスフリーとかあるやん、うんうんうん、あんなん買うことができるやんね、はい、その消費税っていうのは日本の社会福祉とかに利用されるから外国人には関係ないやん。日本の福祉が充実しようが外国人関係ない。それに対しての税金払う必要ないやん。あ、そういう意味なんや。そういう意味や。あー、知らんかった。だから非課金も一緒やな。つまりYouTuber のヒカキンは視聴者にお金の支払いを貸しませんよって言うてんのに投げ銭をもらってるっていう大嘘つきやな。いやいや、別にヒカキンはお金要求してるわけじゃないから、ね、なんかすごい、なんかあれやな、権力に迎合するよないや、でも勉強になりました。じゃあ僕が毎月三宅さんにお金を払ってるのは三宅さんが僕に課金してるってことですね。それはただの借金返済や。